これ水菜でございます。以前来た時はちょうど台風の時だったからね、台風だったから、なんか嵐の時だったね。なんか書いてあるのかね。看板ありましたかね。ああ、ほんまや。おここにありますわ。カヤン森の綱掛神事でございます。綱掛神事はカヤン森と稲口両大和田に伝わる神事で、毎年正月11日行われるね。環状掛神事ともいう。うん、子孫繁栄で厄よね。こちらの方が水菜でございます。下が流れ飛んだのは飛鳥川でございますが、綺麗な川が流れています。飛鳥川。あら、ここから高取城跡行けんの。ほんまかな。へえ。そこ歩いてみようか。うわあ、綺麗な水流れてるわ。綺麗な水流れておるわ。ほら、こっちもね。おお。水菜でございます。水菜。ちょうどね、谷を挟んでロープをかけてありますわ。長いロープを。対岸ね。ね、どこから行くの？ここから上がっていくの？これは大変やね、これ。これ、これ、これ、これ。いや、これ歩いた跡あるぞ、これ。ね。歩いた跡あるけど、これがどう、どうだろう。ああ、やめときますわ、こんなとこから。ね。高取城まで相当あるはずやけどね。何分ぐらいかかるんだろう。ここ公園になってますけどね。真ん中は飛鳥川が流れて。カヤン森でございます。カヤン森。水菜でございました。水菜。はい、水菜。はい、こちら行こう。神事ですからね。千何百年も続いとんのかね、これね。大変なことでございます。この綺麗な川の中にね、ゴミがね、もう2個3個見えたらね、もうあれでがっかりやね。しゃあないとはいえね、ゴミが見だったらもう本当にがっかりでございます。お、バイク止まってるぞ。この石は何でございましょうかね。これがやっぱりその祀るためのモニュメントなんですかね。はい、ありがとうございます。この上をね、水菜が通ってましてね、ずーっと対岸までね。どれぐらいあるやろ。5、60メートルあるかね。7、80メートルあるかね。はい、ありがとうございました。水菜でございました。ありがとうございました。カヤン森水菜でございました。